そしたら西の方がもうこれ断然キャリアが長いわけですから ね、 まあ、ちょっと、まあ、前回の負けっていうのはキティちゃんっていう、はい、キャラクターを使われての負けだったので、まあ、完全にホールを取られたわけではないんですけれども、やはりあの負けは負けなんで、はい、まあ、西のデビューが2000年の8月3日おっとここは登場がヘッドロックの体勢ギリギリと締め上げていきます。この足にも力の入り具合というのは凄まじいものがありますね。まさに気合十分といった感じの東條恵美。体勢に変えて西千秋スクールボーイカウンター2、そして東條も返していきます。これはどうか、カウント2。 やられたらやり返すといった感じがしますね。さあ東條の予告が入って側転返してドロップキック、すかさず仕掛けていきますがこれはヒットしていません。そしてヒット、尻餅をついた東條恵美に対して西千秋素早くセカンドロップからフットスタンプバックを取って東條、東條がもう一発、3発目、そしてゆっくりとリングの中央東條恵美、西は納得、ここでもう一度アピール、さあ決まった。流れはどちらにありますか、平さん。そうですね、東條選手の方が勢いがあるように感じるんですけれども、ただ西選手もちょっと受けてるところありますので、まだ余裕あると思いますよ。まあ、西はこれまで数々のキャリアのあるレスラーと対戦してますから、はい、これは受ける分にはまだ問題なしといったところでしょうか。まだ安心して見てられますね。その西が今声を上げました。これはどういう技をかけようとしたのでしょうか。まあ、そのまま抑え込もうとしたみたいですね、強引に。もう一度放って登場、キックは打ち合い、そして少し上を取った西、腕を取ってカバーの体勢、カウンターどうか、カウンター2。河野さんはこの黒のコスチュームの登場選手、そしてグリーンにオレンジのコスチューム西選手、どちらの方がインパクトありますか。グリーンとオレンジの方が、西選手、あの男受けがいいんじゃないかな。あ、男性受けがいい、なるほど。まあ、確かにあの紙テープの数でも試合前西選手の方が多かったですね、平さん。そうですね、あれは応援している人が多いっていう印なんですか。やはりそれはキャリアの分どうなんでしょうか、平さん。あ、そうですね、まあ、でも西選手すごく可愛い選手なので、